ゆるセミです。今回はですね、10年ぐらいでセミリタイアしたいという方がですね、月10万円とか15万円投資っていうのをやっていてもですね、なかなか難しいよということで、月20万円の投資が現実的ラインだよというお話をしていきたいと思います。ではですね、目次ですね。まず、月20万円のわけというのをお話しして、月20万円も投資できない場合、どうしていくのかというお話をして、まとめ、最後におまけというところになります。ではね、早速月20万円の訳というところでお話しします。まずこちらを見ていただきたいんですけども、年収が10年、投資額月20万円、利回り年利 4% で回す、こういった投資をした結果ですね、約2944万円という資産額になります。で、この2944万円をですね、取り崩していく場合なんですけども、まず30年取り崩した場合は14万円ほどになりますし、50年取り崩した場合っていうのは11万円ほどになるというところになってきます。つまりですね、10年ぐらいでセミリタイアしたいよというふうな場合ですね、月20万円ぐらいの投資を続けないと資産3000万円というところに到達しないわけです。資産3000万円ぐらいまで到達するとある程度はですね、セミリタイアできると言ってもいい水準のですね、資産を取り崩すっていうことが可能になってきます。だから月20万円の投資というのが現実的ラインじゃないかなというところで今回はお話をしてきたわけです。ではですね、ここからは月20万円の投資ができない場合というところでお話ししていきます。月20万円も投資できない場合、その1ということで、まずはですね、節約とお得なサービスをフル活用して余剰金を作るということで、月20万円もね、投資できないんであれば、その月20万円をね、どうにかして作るしかないと。いうところで、まず最初に取っかかりやすい節約だったりお得なサービスを活用しようというところになってきます。徹底的な節約ではですね、よくある固定費削減っていうところもそうですし、食費の見直しですね。好きなものを好きなように食べていてはなかなか食費というのはですね、削減されていきませんので、栄養バランスとかを考えながらいかにですね、安い食費に抑えることができるのかっていうのをね、考えていく必要があるんじゃないかなと思います。またですね、不要な人間関係を整理することによって無駄なですね、遊びのお金とかそういったものがなくなっていきますので、そういったところも整理していくっていうのは大事なんじゃなかろうかと思います。とはいえですね、節約ばかりしていては人生つまらない結果ということになってしまいますので、お金を使わない楽しみを見つけていくということで、自分の人生をね、楽しくするっていうところも重要かなと思います。またですね、節約とはまた別でお得なサービスを活用する、ふるさと納税でたまにはですね、いいものを食べてみるとか、楽天のお買い物マラソンを利用してポイントをたくさんゲットする、またですね、ポイ活なんかでアンケートサイトでアンケートに答えてみたりとか、クレジットカードを作ったりとか、そういったポイントでちょっとね、たまには贅沢してみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。また無料の公共サービス利用というところで、図書館などを利用して気になっていた本を読むとか、そういったこともね、いいんじゃないかなと思います。こういったことをやってですね、できるだけ手元にあるお金を使わないようにする、そしてその使わなかったお金を投資に回していくっていうことで、月20万円にできるだけ近づけていくっていうことが重要なんじゃなかろうかと思います。ではですね、月20万円を投資できない場合その2ということで、節約ときたらですね、今度は収入アップというところで、副業、残業、転職など頑張ってやってみましょうというところで、先ほどの節約に比べるとね、ちょっとレベルが高いことになってくるんですけど、まずは副業ですね。最初の頃はですね、確実に収入がある副業がいいんじゃないかなと思います。 YouTube とかブログとかそういったものっていうのはですね、始めやすいという反面ですね、収入が入るまでなかなか時間がかかってしまうわけですね。そうなってくるとモチベが下がって副業を続けられないということになってしまいかねませんので、Uber Eats とかそういったものですぐお金が入るものっていうのをね、やっていくことによって副業のモチベっていうのが保たれるんじゃないかと思います。またですね、お勤め先次第なんですけども、お勤め先で残業代がちゃんと出るとか、昇給ができる、資格手当がある、そういったものをですね、ちゃんとやってくれるお勤め先であれば、狙うっていうのもね、ありなんじゃないかなと思います。この残業する、昇給する、資格手当をもらうっていうのはですね、今の自分の環境からですね、そこまで大きく外れないことだと思いますので、多くの人にとってやりやすいところなんじゃないかなと思います。セミリタイアのためにね、本業にフルコミットっていうのはなかなか矛盾しているようには思うんですけども、結局ね、こういうことをやっていった方がですね、投資額を増やしていくことができるというところになってきます。で、最後にですね、転職ですね。年収が上がる転職を狙うというのがいいんじゃないかなと思います。
で、この転職の場合ですね、若ければですね、業界を変える転職っていうのも可能になってきますので、業界ごとにですね、給与水準というのも変わってきますから、できるだけ高い給与水準の業界に転職することによって、年収を一気に上げるっていうことも可能なんじゃないかなと思います。ですので、副業とか、まあ、そういった残業昇給、資格手当、転職、そういったもので収入アップしていくことによって、月20万円を作り出すっていうところになってきます。ではですね、月20万円も投資できない場合、その3ということで、ここはですね、少しだけ考え方が変わるんですけど、月20万円も投資できないんであれば、投資利回りを上げてお金を増やす方にフォーカスしようというところになります。今まではですね、いかにして月20万円を投資できるかっていう、月20万円をですね、作り出すというところにですね、フォーカスを当てていたわけなんですけど、今回はですね、その月20万円じゃなくて、月20万円を毎年投資して、10年間で3000万円を作る。その結果とですね、同じ結果を投資利回りを上げることによって獲得しようというのがね、ここからお話しすることになってきます。まずですね、10年間月20万円、利回り 4% で運用して、約2944万円というのはですね、一番最初にお話ししたことだと思います。ここからですね、月の投資金額下げていきます。月ですね、15万円投資にした場合っていうのは、利回り 10% で回すと約3000万の資産というのを作ることができます。そしてですね、この利回り 10% という数字、S&P500 の過去30年の年率平均リターンということになってますので、不可能な数字かと言われると、そんなことはないというところになってきています。ただですね、月15万円投資というのもなかなか厳しいという人います。そういった方はですね、月10万円投資と、いうふうにやってみる。そうなった場合、利回り 16% で運用することによって、約2925万円の資産というのを作ることができます。利回り 16% というのはどういった数字かというと、ナスダック100の過去10年の年率平均リターンということになっています。こんな感じでですね、より利回りの高いものに投資をしていくことによって、月の投資額っていうのを抑えることができます。しかもですね、その投資先っていうのが S&P500 とかナスダック100とかになってくるんで、そこまでですね、リスクも高くないんじゃないかなと思います。とはいえですね、この利回りが今後も続いていくのかどうかっていうのはわかりませんので、そこはですね、保証はできないというところになってきます。というわけでですね、投資利回りを上げるということで、さらにですね、投資利回りを上げたければ、個別株、仮想通貨、ナスダック指数、レバレッジ商品、そういったものをですね、勉強して売買していくっていうのがいいんじゃなかろうかと思います。この中でも比較的ナスダック指数への積み立てっていうのはですね、利回りも先ほども言った通り高いですし、まあ、リスクっていうのもですね、そこまで高くないんじゃないかなと思いますのでおすすめです。というわけでね、今回の動画のまとめになります。今回はですね、10年でセミリタイアしたい場合、月20万円の投資が現実的じゃないかというお話をしました。月20万円をですね、10年間投資して利回り 4% で回していくと、約ですね、3000万円ぐらいになります。この3000万円ですね、月10万円以上取り崩しができるので、ある程度は安心できるんじゃなかろうかと思います。そして、月20万円ね、投資できないよっていう方は、月20万円以上投資できるようにですね、節約、収入アップ、そういったものをね、やっていくことが大事かなと思います。またですね、どうしても月20万円投資できないという方はですね、投資、商品、どんなものを選ぶかによって利回りというのが変わってきますから、利回りのより高く、そしてですね、できるだけリスクを低いように、そういったね、投資の方法というのをね、やっていくことが大事なんじゃないかなというふうに思います。というわけでね、最後おまけということで、僕自身がやったことをお話ししていきます。4年前僕自身はね、月15万円の投資っていうのがね、いっぱいいっぱいだったところあったんですけども、現在は月20万円の投資っていうのがね、できるようになってきました。で、取り組んだこととしてはね、まず節約で保険の解約とかサブスク見直し、自動車保険の見直し、そういったところはやってきましたし、お得なサービスの活用ということで、ふるさと納税、ポイ活、公共サービスの利用、そういったところもやってきました。で、副業では、ウェブライターやって、ブログやって、YouTube やってきました。ウェブライターはね、今現在やってないんですけども、ブログと YouTube っていうのはね、現在でも続けています。次に残業とか昇給っていうところもですね、一応ね、真面目に仕事をすることによってなんとかできてまして、年に一度ですね、月5000円から1万円の昇給っていうのがあって、で、月ですね、2万円から3万円の残業代っていうのをもらっています。そして投資利回りをアップさせるためにもビットコインとかレバナンス、不動産投資っていうのにも手を出しています。ということでですね、こういったところにいろいろ取り組んで、セミリタイアを目指して頑張っていこうというふうにやっているわけであります。僕自身はですね、
今回10年というお話でやってきましたけど、10年というかできるだけねセミリタイヤするまでの期間というのは短縮したいなというふうに思っていますので、まあ、さらにですねいろいろ頑張っていきたいなというふうに思っています。今後もね入金力アップすべくですねいろいろやっていこうと思っています。というわけでね最後までご覧いただいてありがとうございます。ぜひ皆さんもですね自分自身のセミリタイヤするまでの年月どのぐらいかっていうところを計算して、じゃあそのためには逆算してどれぐらいの投資金額やっていけばいいのか、何パーセントで回していけばいいのかっていうのをね考えて自分自身のセミリタイヤまでのプランというのを立ててみるといいんじゃないかなと思います。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。失礼いたします。